お邪魔します。ここがお兄さんの部屋。綺麗にしてるんだね。いいの？じゃあお言葉に甘えるね。お兄さんありがとう。おかげでさっぱりしたよ。やっぱりシャツ大きいね。お兄さん、この部屋に一人で住んでるの？いいね、そういうの。ねえ、お礼するよ。何してほしい？絵のモデル？ここ？中に入っていいの？ここがアトリエなんだ。さっぱりしてるね。私、全部脱がなくていいの？そう。これ？ポーズとかわかんないや。普通でって言われてもな。とりあえずじっとしてるね。ねえ、本当にエッチなことしなくていいの？お兄さんやっぱり変わってるね。私に興味ない？それとも女の人に興味ない？そっか。でもそれが普通なのかな。よくわかんないや。別にいいと思うよ。人それぞれなんだから。いいよ。何でも聞いて。趣味？何かな？映画とか買い物とか。あ、お茶するのも好き。カフェでずっと喋ってたり。男の子はすぐホテルに行きたがるから、女の子の方が気楽かな。甘いもの食べてお話ししてれば、あっという間に時間経つし。夢？そうだな。夢。あるようなないような。タレントなんて無理だよ。すごいよね。誰かのために笑ったり喋ったり。ねえ、お兄さんは毎日絵ばっかり描いてるの？レプリカ？そういうのが仕事になるんだ。すごいね。そんなことないよ。贋作でも見る人が本物だと思えるくらいなら、やっぱりすごいんだよ。今日は終わり？じゃあ帰るね。もしかして怒ってる？そう。だったらいいんだけど。また来るね。座ってるだけでいいと思ったんだけど、結構大変なんだね。大丈夫だよ。お兄さん初めてなんだっけ？人書くの。ねえ、どうして私を書く気になったの？わからないんだ。まあ、私もわからないことたくさんあるけど。こういうのはいらない。お兄さんは私を部屋に入れてくれた。私はお礼にモデルをする。そうじゃないんだったらもうここには来ない。
ねえ、愛がどういうものか知ってる？そう、わからないか。お兄さん一人ぼっちだもんね。知りたいよ。愛がどういうものか知りたい。だってわからないんだもん。愛してるって囁かれても、肌を合わせても、何にも感じないの。いつも何か欠けていて満たされない。未完成なの。だから知りたい。愛を知って満たされたいの。応援してくれるんだ。ありがとう。お兄さんの絵はいつ完成するの？もうすぐ？見せて。おお、すごいね。でも、私こんな綺麗じゃないと思うな。お兄さんの目には、私はこう見えるんだね。そう？もうちょっとで終わるね。ごめんなさい。ここしかないと思って。この子は？この子は、私の。よくわからないの。でも、この子といるとあったかくて、柔らかくて、ずっと触れていたくなるの。私の顔？何言ってるのかわかんないんだけど。ねえ、お兄さん、入っていい？ありがとう。タオル借りていい？あとお風呂も入らせてあげたい。どいて、お兄さん。